こんにちは、ホテル暮らし YouTuber の静香です。今日はアナインターコンチネンタルマンザビーチリゾートに来ています。先ほどねチェックインして、もうお部屋の中にいるんですけど、じゃん、今日はねツインのお部屋になります。早速お部屋のルームツアーをしたので皆さんにご覧いただきたいと思います。では行ってみましょう。レッツポーン。お部屋に入るとまず右側にクローゼットと洗面台があります。左側にはバスとトイレがあります。ベッドルームはこんな感じです。今回はツインのお部屋に宿泊します。まずは入り口入って右側のクローゼットですね、開けてみましょう。はい、こんな感じになってます。お布団と枕ですね、あとハンガーもあります。これはこれも枕ですね。そしてセーフティーボックスと靴磨きとか靴べら、スリッパがあります。続いてこちらが洗面台ですね。はい、明るいですね。ちょっと見てみましょうか。アメニティはこんな感じですね。アグラリア、なんかね匂い嗅いだんですけど、すごいねいい匂いでしたよ。はい、レモンっぽい匂いです。いい香り。そしてこちらにねアメニティが入ってますね。じゃーん、デンタルキット、歯ブラシだったりカミソリですね。あとは爪磨き、シャワーキャップとコットンセット、あとはシェービングクリームと綿棒ですね。充実してます。こちらでライトを消したりつけたりできますね。コンセント2つあるの便利ですね。引き出しの中見てみましょうか。こちらは何もないですね。ということは、はい、ドライヤーがありました。こちらには何もないですね。おー、こちらにもゴミ箱がありますね。椅子もあって、お化粧なんかしやすいんじゃないでしょうか。女性はいいですね。おー、珍しいですね。じゃーん、体重計もあります。久々に測ってみようかな半年ぐらい測ってないから。よし、じゃあこのままの流れでこっち紹介しますね。荷物置きとデスクですね。デスク周りの引き出しもちょっと見てみましょうか。この辺はコードが入ってました。はい、何もない。こちらは、おお、館内着ですね。パジャマが入ってます。はい、でテレビがね42インチかな、結構大きめのテレビと、お水が2つありますね。こちらにはコンセントも2つあります。湯沸かし器と、はい、ライト、あとねアルコール除菌、ボディジェルとアルコールクロスあります。お、ここも見てみましょう。冷蔵庫かな。はい、ワンドアタイプの冷蔵庫があります。で続いてこちらの方開けていくと、はい、ミニバーになってますね。 TWG の紅茶とか
煎茶、あとはウーロン茶、カモミールティーもありますね。あとコーヒーセットですね。すごい充実してます。そしてアイステール、おー、ワイングラスとシャンパングラスもあります。下の段はないですね。はい、こちらにはね、ルームサービスの案内がありました。こんな感じで朝食だったり、ちょっとしたね軽食、ゴーヤチャンプルとかもありますよ。こういったものがね、お部屋でいただけるような感じですね。裏のメニューもね、こんな感じで前菜、サラダ、スープとかね、肉料理、魚料理もあるので、すごいいいですよ。お部屋でねゆっくり楽しめます。反対側は、今日はねちょっと夜遅くのチェックインだったので、はい、反射して見えないね。また明日の朝お見せしたいと思います。そして反対側はね、ソファーとテーブルがあります。嬉しい。で、今回ねこちらツインのお部屋なんですが、ベッドはねシングルとセミダブルかな。結構ねホテルのベッドってシングルでもちょっと大きかったりするので、はい、ツインのお部屋ですね。ベッドの枕元はこんな感じですね。電話と、まあ、ライト調整できたりとか、目覚ましですね、ここで、はい、消したりついたりします。こっちもね、はい、こんな感じです。いいですね、なんか白とターコイズブルーで統一されてますね、お部屋全体が。こんな感じで、はい。で、このブラインドのところがバスルームだと思うんですが、こっちの方もねルームツアーしていきたいと思います。はい、お手洗いもね白とブルーでね統一されてますよ。こちらの方ねぐるっと回ると、はい、バスはこんな感じになっています。でね、こちらのアメニティも、はい、アグラリアですね。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープが揃ってます。綺麗ですね。こんな感じでバスルームはゆっくり疲れそうです。はい、というわけで今日はアナインターコンチネンタルマンザリゾートホテルのルームツアーでした。皆さんいかがでしたか？私はねこのね全体的に白い感じとちょっとターコイズブルーのこの配色がすごい可愛くてお気に入りです。なんかねロンハーマンみたいだなと思いました。そう、ちょっとなんか海イメージした感じなのかな。でね、今日はチェックインの時間がちょっと遅かったので、お部屋からのね景色はね真っ暗で全然見えなかったんですけど、また明日の朝ねお部屋から海も見えると思うので、そちらのね景色もお届けできたらなって思っています。あと朝食ビュッフェとか館内のツアーもちょっとしたいと思ってるので、よかったらね次の動画も見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。私の YouTube ではホテル暮らしのこと、沖縄生活のことなどアップしているので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてこの動画が良かったよっていう方は高評価ボタン、いまいちだったよっていう方は低評価ボタン、どちらでもいいのでよろしくお願いします。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。